力で行くぞ。全力で行くぞ。いい調子だ。どうやら死んじゃいないみたいだな。うん、大丈夫。しばらくすれば正気に戻るはずだよ。さっきの武器は何なんだ？どこから説明すればいいかな。人間って誰しもが自分の内側にいろいろ溜め込んでるでしょ。いきなり何の話かわからねえが、そうだな、そういうもんだわ。その内側に溜め込んだドロドロの心を現実では理性とか建前で抑え込んで生きているんだよね。ただこの世界では抑圧する必要がないからか、内側のものが溢れ出ちゃうわけ。体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの。それがさっき襲ってきた奴ら、デジヘッド。要するに外面気にせず好き放題に暴走しまったのが奴らってことか。じゃあなぜ俺はそうなってね。こいつもそんな気配がないぞ。現実の存在に気づいてるからだね。理性が邪魔して内に秘めた心を周りにさらけ出すことができない。こんな世界に来てまで人目気にして生きてる小心者だからってことか。そのおかげで暴走せずにいられるんだよ。ただその心の力ってこの世界じゃ特に強力だからね。同じものがないと対抗できない。そこで調律担当のアリアちゃん登場。殻を割って暴走しようとする心をよしよしって安定化させられちゃうの。つまり内側に秘めた心の爆発をコントロール可能な状態にしたのがさっきユーが使った力ってわけよ。私はそれを人間の言葉を借りてカタルシスエフェクトって呼んでる。どう？イケてるでしょ。カタルシス、抑圧からの解放だったか。昔医者から聞いた気がすんな。でお前は何なんだ？私はミュウと同じバーチャドールだよ。ミュウをメタバーセスに連れ帰るために来たんだ。たまたま同じ頃に発売された私とミュウはメタバーセスにあふれる情報の海を漂ううちに自分の…ああ、そんな名前のバーチャドールもいたか。こんなチビじゃなかった気がするが。で、うん、私たちはネットのことを仮想空間のメタバースと無意識の ES を足してメタバーセスって呼んでるの。人間ってネットにいろんな情報垂れ流すでしょ。それって知識や楽しいことだけじゃないんだよ。欲望、不満、私たちに作ってくれる曲にもやっぱりそういうものが多いんだよね。みんなの辛さが痛いほど伝わってくるんだ。みんなのいろんな感情がごっちゃになって渦巻いてるメタバーセスはユーたち人間の無意識みたいなものなんだよ。私とミュウはそんな人間の悩みを何とかしてあげたいって思ったんだけど。ミュウの仲間だけど仲間じゃないってのは本当みたいだな。よくわかんねえことだらけだが、ひとまずそれで納得しとくわ。
もう少し詳しく話を聞きたいが、この続きはまた後にして、場所を変えよう。ここにいたらまた見つかるかもしれない。アリアだっけか？お前もそれでいいだろ？うん、とりあえず当てもないし、ユウたちについていくことにするにゃ。安全な場所が学校にあるんだよ。東大元暮らしだろ？そこで俺の仲間と合流しよう。ここが俺たちの隠れ家だ。おかえり。遅かったわね。どこまで話。帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。アリア、どうだった？